サムエル・ウッキー。その日サウルはイスラエルの全軍からえりすぐった3000の兵を率い、ダビデとその兵を追ってヤギの岩の付近に向かった。途中羊の囲い場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。ダビデの兵は言った。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。思い通りにするがよい。と約束されたのはこの時のことです。ダビデは立って行き、サウルの上着の端を密かに切り取った。しかしダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり、主が油を注がれた方に私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだ。ダビデはこう言って兵を説得し、サウルを襲うことを許さなかった。サウルは洞窟を出て先に進んだ。ダビデも続いて洞窟を出ると、サウルの背後から声をかけた。我が主君、王よ。サウルが振り返ると、ダビデは顔を地に伏せ、礼をしてサウルに言った。ダビデがあなたに危害を加えようとしている、などという噂になぜ耳を貸されるのですか。今日、主が洞窟であなたを私の手に渡されたのを、あなたご自身の目でご覧になりました。その時、あなたを殺せという者もいましたが、あなたをかばって、私の主人に手をかけることはしない。主が油を注がれた方だ、と言い聞かせました。我が父よ、よくご覧ください。あなたの上着の端が私の手にあります。私は上着の端を切り取りながらも、あなたを殺すことはしませんでした。ご覧ください。私の手には悪事も反逆もありません。あなたに対して罪を犯しませんでした。それにもかかわらず、あなたは私の命を奪おうと追い回されるのです。主があなたと私の間を裁き、私のために主があなたに報復されますように。私は手を下しはしません。古いことわざに、悪は悪人から出ると言います。私は手を下しません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのでしょう。あなたは誰を追跡されるのですか。死んだ犬、一匹ののみではありませんか。主が裁き手となって、私とあなたの間を裁き、私の訴えを弁護し、あなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがサウルに対するこれらの言葉を言い終えると、サウルは言った。我が子ダビデよ、これはお前の声か。サウルは声を上げて泣き、ダビデに言った。お前は私より正しい。お前は私に善意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。お前は私に善意を尽くしていたことを今日示してくれた。主が私をお前の手に引き渡されたのに、お前は私を殺さなかった。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせる者があろうか。今日のお前の振る舞いに対して、主がお前に恵みをもって報いてくださるだろう。今私は悟った。お前は必ず王となり、イスラエル王国はお前の手によって確立される。神の御言葉。私はあなたのもとに逃れ、主
翼の影に身を潜める。災いが過ぎ去るまで。私はすべてを超える神に、すべてを成し遂げられる神に助けを求める。神は使いを送って私を救い、慈しみと誠でおってくださる。栄光は世界に及び、すべてを超えて、神は偉大。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。キリストのうちによご自分に和解させ、和解の言葉を私たちに委ねられた。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その時イエスが山に登って、これと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人には、ボアネルゲス、すなわち、雷のコラという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、ネシントのシモン、それに、イスカリエトのユダ。このユダが、イエスを裏切ったのである。主の御言葉。
ヤコブとカナイ、シモンとユダ。